どうもこんにちは、熊田です。今日も英語についてお話をしていきます。今日紹介していくのは時間に関する表現になります。その中でも今日取り上げていくのが in time と on time になります。皆さんはこのフレーズ使ったことありますか？実はちょっとニュアンスが変わってくるんで、こちらについて今日はお話をしていきたいと思います。そしたらまずそれぞれを使った例文を紹介していきたいと思います。それがこちらになります。 I arrived in time と I arrived on time になります。まず I arrived in time っていうのが時間までに着いた、そして I arrived on time っていうのが時間通りに着いたっていうような意味になります。そしたらこちらについても少し細かく話をしていきたいんですけれど、まずは in time の方からお話をさせていただこうかと思います。そしたらまずこれ時間の話なので、こういったように時間軸を思い描いてください。例えば今回だと9時が集合時間だとします。今回のように in time と in を使っている場合は9時までの中のどこかの時間に到着することを意味します。なのでこの場合だと例えば8時10分だったり8時半、そして8時50分のどこについても I arrived in time ということができます。ここでは9時までの中に着くっていうイメージで in が使われています。そしたら次が I arrived on time なんですけれど、こちらで時間通りに着いたっていう意味になります。でこちらも先ほどと同じように時間軸で考えてほしいんですけれども、 on time の場合は9時の上に着くようなイメージですね。なのでこの場合は時間通りに着いたっていうような意味になって、先ほどのようにちょっと早く着いた場合などには使えないフレーズになります。こちらは on を使って9時に接しているようなイメージなので時間通りっていうような表現になります。そしたら最後にこの2つの意味合いをまとめておきます。まず I arrived in time っていうのが時間まで、時間までのどこかに着いたっていうような意味ですね。そして I arrived on time っていうのが時間通りに着いたっていうような意味になります。前置詞を覚えるのって結構難しいと思うんですけど、こうやって例文で覚えていくことによってなんとなくどの前置詞がどういうイメージを持ってる言葉なのかっていうのかが分かってくると思います。なので僕の感覚なんですけど、前置詞を覚えるときはもうとりあえず使ってこの前置詞がどういう意味を持つのかっていうのを、まあ、会話の中で学んでいくのが一番分かりやすい方法かなと思います。それじゃあ今日はですね、 in time と on time の違いについてお話をさせていただいたんですけれども、まあ、それに加えて今の前置詞の話も、まあ、一緒に勉強してもらえたらなと思います。そしたら今日の動画は以上で終わります。それじゃあまたねー。